ここを使ってくれていいよ。お父さんの部屋だろ、俺が使って大丈夫なのかよ。お父さんとお母さんはだいぶ前に亡くなっちゃったんだよ。そっか。今はお姉ちゃんのお店を継いで頑張ってるんだよ。夏美さんが。ハルくん、大きくなったね。そりゃあの頃に比べたら大きくなるだろうよ。お前だって美人になった。正直アキナは前にも増してさらに可愛くなっていて。やーい、赤くなった。アキナ、今朝はごめんな。そうだよ、ハルくんの制服にちょっとついちゃってて落とすの大変だったんだから。え、ハルくんのバカ。おい、危ないって。アキラ！あーん、アキナちゃん遅いです。まったく気をつけろよな。ハルくん、ありがとう。なんちゅう格好で寝てんだよ。ったく。うわ！あ、アキナ。ハルくん！よ。なんでハルくんがいるの？なんでって、アキナに。いや、ごめん、今出ていくよ。もう少しこのまま、いいよ。もし本当にハルくんが私に魅力を感じてくれてるなら、私にとってハルくんは抱かれたいって思うぐらい素敵な男の人だよ。そんなこと言われたら本当に我慢できなくなっちゃうぞ。我慢しないで。ハルくんが男の子じゃないように私ももう女の子じゃないんだよ。アキナ。アキナ、入るぞ。そんなに気に入ったのか？え？ハルくん、なくしてよ。別に隠さなくてもいいんじゃないか。すごく似合ってるよ、アキナ。ハルくん、ハルくん、今日はいっぱい頑張ったね。今日は私がハルくんだけのメイドだよ。